モテギ総兵衛モテギ総兵衛から1894年8月21日は、横浜の実業家で、原前三郎と並ぶ明治時代における、横浜商人の象徴的人物である。上野国高崎にて、七将、大黒屋のモテギ総七の長男として生まれた。幼名は、総二郎。12歳で、新田軍大田の太もろしを今井千七の家に奉公し、 才能を認められ支配人に抜擢される。26歳には、紀流の絹物将荒井長兵衛の養子師となった。その後開校間もない横浜における野沢屋昭三郎、率いる野沢屋と協力し、キート商人として、頭角を表す。万円元年に養子として、横浜商人、石川屋、平門の石川屋を相続するが、文久元年9月の野沢屋、 小三郎の死をきっかけとし、一年ほどして、野沢屋ののれんを譲り受け、石川屋を野沢屋と解消し、野沢屋総兵衛として独立した。野沢屋小三郎は、諸説あるが、横浜開港の年寄りキートを取り扱った、横浜最初のキート売り込み商人と言われている。総兵衛の故郷高崎は、キートの生産地である、関東北部や新州からも近く、 自身もキートに詳しかったことが推測され、その後の地道な努力により、幕末の混乱期を乗り切り、明治9年にはキート売り込み商種座となり、それは、総儀への生存中ほぼ維持された。温厚で謙虚な人物であり、人相では耳たぶの大きな副耳に特色があったと伝えられている。明治になってからは金融業にも進出し、明治2年に横浜川瀬会社の設立に参加。 明治7年には第二国立銀行の副頭取となる。明治14年には第74国立銀行の二代目頭取となった。晩年の明治16年にモテギ平を名乗り、穂平家を新たに起こし、老いの安次郎に宗兵家を譲った。モテギ聡兵は宗兵家の家徳を持つ者が名乗り、三代目まで存在する。宗兵の没後、野沢屋は、 モテギ商会を合名会社とし、野沢屋五福店、野沢屋輸出店、野沢屋絹商店、モテギ銀行、モテギ土地部など、多角的に事業を行い総合商社化、モテギ財閥として大拡張した。しかし、第一次世界大戦後の不況に巻き込まれ、三代目、モテギ総兵の時に崩壊した。野沢屋ののれんが消えることを惜しんだ絹物輸出所の、 亀井信次郎と、モテ家の縁者であった、名古屋の滝屋の滝さだすけにより、野沢屋五福店は、独立し、後に、野沢屋百貨店と改められた。後の横浜松坂屋であり、横浜松坂屋は、モテギ総兵を創業者として尊重していた。墓地は、横浜市中区の藍沢墓地にある。野沢屋輸出部ニューヨーク支店友情上がりの総庫の、妻がいたが子ができず。 名と老いを結婚させて二代目とし、外目掛けの横浜の芸者を長との間にできた娘に養子を取り、その子を三代目とした。子供は娘が二人で、それぞれに婿養子を取った。長女の婿は老いの康次郎で二代目、茂木ギ総兵として家督を継がせた。次女の婿は名古屋の豪商、滝貞だの次男。 さき大二郎で二代目モテギホタイラを名乗り、病弱の二代目モテギ総兵に代わって、店、勤めを預かり、明治二十九年モテギ商店を合名会社に改組、モテギ銀行、野沢屋輸出店を設立して絹製品の輸出を進めた。没後、長男、良太郎がモテギ家の家督を継ぎ、三代目モテギ総兵となった。 ABC モテギ総兵神奈川県立図書館2018年7月16日、閲覧。ABCD モテギ総兵高崎新聞2018年7月16日、閲覧。明治美人伝、長谷川しぐれモテギホタくん、百科公表伝、第2編久保田高三編、モテギ総兵朝日日本歴史人物辞典モテギホタ日本人、名大辞典。ありがとうございます。